ミネルバ級コルベットはイタリア海軍で運用されているコルベットの艦級1987年から1991年にかけて全部で8隻収益した。主として紹介任務に用いられている。本級は1950年代のコルベットであったアルバトロス級及びピエトロディ・クリストファロ級各4隻を代替するものとして開発された。当初は 4隻ずつを3グループ、合計12隻を建造する計画であり、第1グループは1982年に発注された。しかし、予算上の問題から第3グループの発注は行われずに終わった。本級の任務は、シチリア島周辺など、戦略的に重要な海域を紹介することであり、また平時には、排他的経済水域の警備や、上院の訓練に用いられる。 沿岸域を主たる作戦海面として想定しており、強力な航空脅威が想定されることから、1200トン級という小型の艦であるにもかかわらず、アルバトロス股間防空ミサイルシステムを搭載している。その一方、紹介を主任務とすることから、耐水上火力は貧弱であるが、必要に応じて手製艦隊艦ミサイルの追加装備が可能とされている。このために、 前後の上部構造物はやや離されており、また方や PDMS は異界を確保するため前後に離して設置されていて、アルバトロス級などが上部構造物や並走を管の中央部にまとめていたのと対照的となっている。ありがとうございます。